コアは技の難易度によって変化。低い姿勢から美しい軌道を描く中段突き、有効。的確に捉えるのが高難度の上段突き、有効。強い軸を生かした鮮やかな中段蹴り、技あり。相手を倒しての的確な箇所への突き、一本。華麗なる大技、上段蹴り、一本。試合終了時にポイントの多い方、または先に8ポイント差をつけた方が勝利者。